づけないで、この冒険がいいでは打つというらしい、漢字通りの難しい病気らしい、初めは些細なことだった人も笑い声が辛く、知り合いに会うのと怖くなり、どこにも行けなくなった、薬だけを増やす太ったお医者さん、それでもこんなものが僕には必要だよ、僕が僕でいることがなくて難しいよ、僕が僕でいるほどに僕は壊れていく、うつ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 う、甘えだなんだとののしられ、あの会社は次に至り、冷たい視線の両親に何も言えずにいる、最初は連絡来てたけど今は笑って着信を、いてもいなくても同じさ、今日も眠れないよ、いる理由がなくて終わる理由もない、またここにいるよ、また僕は僕でいるよ、僕が僕でいることが誰の幸せだろう、僕が僕でいるほどに僕は苦しいのに感想、日々に何の意味があるの、ただ僕は僕で生きてたいだけなのに、僕が僕でいることが僕の幸せだろう、僕が僕でいるほどに僕ははぐれていく、明日朝が来ることが幸せと思えたら、夜が来たらお休みと誰かに言えたのなら、普通と呼べるかな、今日は